フェフェです。バイダンです。フェフェとバイダンチャンネル、ラジャーです。ですって。ということで今回は、はい、どうしようかな、あれこの間だった、ちょっと質問会です。ここで決めてんのかって。はい、今さあ、ということで質問会でございますけど、はい、まあ、今回の質問は乗り物、座る場所によってあれある取り直しあれあるで終わる質問があるか、お前熟年夫婦じゃないんだから。そうかそうかそうか。さあ、アトラクションの乗り位置注意することあるということでございます。はい、まあアトラクションによってもしかしたら基本的には多分どこ座っても、うん、同じように楽しめるんでしょうけど、はい、まあ、例えばジェットコースターとかで言うと前の方がいいのか後ろの方がいいのか、はい、もしくはアトラクションによってはあれはこっち座っていただけるとあんな隠し要素があるよとかがあるなら教えてくださいってことですね。なるほど、はい、じゃあまさしくそれを言っていきましょうか。お願いします、お願いします。まずですね、あのジェットコースタータイプのアトラクションですね。あるよね、はい、でもちろんどこ乗っても楽しめますし、うん、はい、もう気分的な違いとしての感覚で、うん、そうだね、はい、受け取っていただけたらなんですけども、うん、例えばビッグサンダーマウンテンとかだと分かりやすく、うんうん、僕は一番前もしくは一番後ろが好きなんですよ。ほう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 。でこれが一番前に乗ると何も前の人がいないっていうことの開放感と景色を全面的に楽しめると。ジェットコースター系はそうよな、はい、というのがあるのと、で一番後ろに乗ると恐怖というかスリルをより味わいたい方は後ろの方がいいかな。分かんないんだよねやっぱね、はい、一番後ろの人はどこで落ちるとか、はい、分かんなかったりするし、でもありますし、まあ物理的にというか、まあ、ケツだからね、振られるってことよね、はい、ケツがね、はい、他にもこんな楽しめる要素があるんですよ、座る位置がちょっと違えばというのが何個かありまして、うん、例えばインディ・ジョーンズ・アドベンチャーありますね、はい、あれとかは乗り物がジープになってるんですよ、車になってますんで、うんうん、一番左前に乗るとこうハンドルを握れる、うん、はい、いいねいいね。でこれハンドル回ったりするわけではないんですけど、うん、まあ、気分的なもんとして、うん、自分が運転してるんだぞみたいな感じでね、はい、それこそ写真撮れたりはするんで、それこそハンドル握ったりとかすると楽しめたりとかしますし、他、うんうん、にも、海底2万マイル、うん、海底2万マイル、あれ実は隠れアリエルがいるんですよ。え、はい、あ、そうなんだ。でこの隠れアリエルを見つけるためには一番先頭もしくは右側、この3シートありますから、先頭もしくは右側に乗ってるとアリエルが、進行方向右側ってことね。進行方向右側ですね。ヒントだけ言うと、アリエルが泳いでるわけではなくて、絵の中にアリエルが泳いでますよと。ああ、絵としているってこと。はい、あ、なるほど。なので赤髪の人形を探していただいたら見つかるのではないかなと。正面か、進行方向向かって右側、はい、はいはいはい、っていうようなのも楽しめますし、うん、他にもプーさんのハニーハント、うん、でこれが座り位置じゃないんですけども、うん、蜂蜜の大砲あるじゃん、うん、だから一番最後の匂いがするところですね、うん、あれを当たりたいよっていう方は、うん、1番もしくは3番ポット、うん、あ、そうか、数字振ったんだっけ、はい、1から4、1から6だね、全部で6か。で、まあ、2列ずつあるんで、一番先頭のポットもしくは一番後ろのポットに乗っていただけたら、はちみつの台本に当たれますよと。なるほど、1か3。はい。はい、いうのもありまして、うん、はい。で、ショーの。ショー？マーメイドラグーンシアター。ああ、まあ、あれもアトラクションで1個か。はい。うん、あれこそ座り位置。うん、座り位置でだいぶ変わってくる。変わってくるよね、はい、あれはね。これがね、一番大きいかもしれません、うん、はい、僕のまずおすすめのポイントとしましては、うん、ステージに対して正面の真ん中のブロックの後ろから5列目もしくは4列目の真ん中あたりに座っていただけたら、うんうん、とってもハッピーなことが起きます。何ハッピーなことって。これがですね、うん、はい、これアリエルが、まあ、ずっとバーッと泳いでるんですよ、上のところ で途中のところのアリエルがパートウェアワールドを歌うシーンの最後のクライマックスのところで、うん、アリエルがその座ってるみんなに対して上からこうファーッとこうあるわ、そう、あ、こっちでやっちゃった、ファー、こんな感じで来るのよ、クッション捨ててまで。こんな感じで来るんですけども、ピンスポ当たったやつでしょ。そう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 、 あれね、眩しいんだよピンスポ、あれ。いや、アリエル側の話じゃん、それ。
こうなるんだよ。海中にいるから光がこう来ると目が。あそこね、あそこのシーンがさっき言った真ん中の、ブロックの後ろから5列目もしくは4列目の真ん中あたりに座っていただけると、うん、一番アリエルに近づくことができると、まあ、ファンサもらえるってことだよな多分、はい、直でな。まあどっかの動画で喋ったかもしれないけど、うん、そのタートルトークとか、はい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 、スティッチのあれとか、はい、あるじゃん、はい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 、ああいう系もあれもいわゆるスワニッチとかで前話してたのは通路沿いでとか、はい、ブロックのね、はい、戦闘とかあったじゃん、いろいろ、はい、そんなんとかも他ありますか。まあまあ、タートルトークスティッチのエンカウンターは今のところ僕が言うのはそれですね、うん、まあ、通路沿いとか、うん、まあ、最前列とかの方が当たりやすいですよ、うん、っていうことぐらいですね。うーん、なるほどね。はい、でマジックランプシアターに乗ってアシムと絡みたい方とか、うん、シャバン様にあなたにお花どうぞのくだりがやりたい方は最善ですの、うん、あれってさ、なんかちゃんと返してくれんのかな。これもう全然話関係ないけど、うん、マジックランプシアター最初あの男の子が、うん、あれか男の子の名前アシームね、アシームが鍵探すじゃん、うん、鍵見ませんでしたみたいな、うん、見ましたよとか言って家の鍵とかパッて出したらさ、うん、乗ってくれんの。乗ってくれるよ。あ、乗ってくれんだ。いやそれはちょっとちっちゃいやつかな、もっと大きいやつ探しててとか。うわー、やりてえ俺アシームに生まれたかったな。アシームはそうですね、やっぱりしてもいいわ。アシームでもシャバーンでもシャバーンでもシャバーンはお花もらうチャンスしかないですから。はい、というわけで、まあ、救急車も通ったのでこの辺りで終わりにしたいと思います。ちゃんと通りましたねそう、ちゃんと近場でしたね。はいはい、はい、でやってて分かるんですよ、これはもう消せないやつだっていうのもうなんで、はい、流してくださいそのまま使うしかないから、はいはい、っていうような感じですかね。はい、分かりました。新しいについては、はいはい、ですね、以上ですね、ですかね、はい、というわけで、はい、まあ、アトラクション、まあ、基本的にはどこに座ってももちろん楽しめますからね、選べる余裕とかがあったらぜひその辺り座って楽しんでみてはいかがでしょうか。ということで質問もお待ちしておりますので、気になることとかあったらぜひチャンネルかもしくはそろそろ SNS へ送ってください。それではまた明日の動画でお会いしましょう。また明日、素敵な座席ライブを。難しかったよね難しい。座席ライフと何今までで一番意味わからんかも。白雪姫ライフとかあったのに何座席ライフ。座席ライフは意味わからんもんな、全部見ないと。もういつまでセンター分け俺。いや、お前がこの後変えるかどうかよ。切れる切れるね